こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、古物営業法の改善で、ヤフオク仕入れやメルカリ仕入れが法律違反の対象に、転売初心者の方、ぜひ見てください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行きましょう。はい。この動画ですね、このタイトル通りなんですけど、ヤフオク仕入れやメルカリ仕入れがね、法律違反の対象になってしまったってことをぜひね、紹介させていただきます。はい。こちらですね。これですね。2018年からやってるんですけど、メルカリ、ヤフオク仕入れで、非対面ですね。例えばですね、個人ショップ、ネットショップとか業務はいいんですけど、個人で、ショップやってる方ですね、から商品を仕入れるときに、必ずね、本人確認の個人証明書が必要ってことになりました。で、これでですね、何こうなってしまったかと言いますと、警察、私もですね、以前熊本の方がね、私からカメラを購入しまして、それをね、盗まれてしまった、盗品だったってことをね、盗まれてしまったってことで、警察から一回連絡があったんですね。で、これはですね、私から購入商品ですよってことで、証明したんでよかったんですけど、こういったふうにですね、盗品をね、売るっていう方がね、非常に多いんですよ。なので、こういったふうにね、本人確認の個人証明書必要ってことをね、が決まってしまったんですよね。はい。で、これですね、ちょっとよく調べてみたんですけど、古物のね、古物商の資格を持っていても、他にもね、証明書必要なような状態なんですよね。はい。なので、古物商を持ってる方もね、非常に注意してほしいんですよ、これは。で、これ違反してしまうと本当に逮捕されてしまうみたいのようなので、ぜひね、注意してほしいです。で、今ね、これに関してはですね、また調べていきますので、徐々にね、この動画の方で紹介していくんですけど、輸入ですね、輸入商品とか、中国商品ですね、欧米輸入商品大丈夫ですね。あとネットショップですね、カメラ北村さんとかね、業者のネットショップは大丈夫です。あと業者の方ですね、業者。ですね。あと、対面仕入れ、店舗仕入れですね。は大丈夫です。こういった商品は大丈夫なので、ぜひね、例えばメルカリ、ヤフオクで仕入れることに対して、100% 違反ではないんですけど、本人の確認の個人証明書、これ絶対必要なので、ぜひね、注意してね、やっていただかないと、警察の方で目つけられたらもう逮捕されてしまうので、ぜひね、注意してやっていただければいいことです。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアルプレゼンします。ニックネームガスさんとお願いします。あと、YouTube からの NISA 受け付けてません。LINE アット登録後によろしくお願いします。本日は、サブ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。